霊夢よ。マリサ、いつもいつも急に大声で話しかけないでよ。びっくりするでしょ。すまんすまん。またもや霊夢たちに紹介したいトラウマ漫画を見つけてしまったから、興奮して声がでかくなってしまった。それで今回は何の漫画なのかしら？ブラッド・ハーレイの馬車を紹介するぜ。ハーレイ？バイクの漫画かしら？霊夢、それはハーレイ・ダビッドソンだろうが。てへ。ブラッド・ハーレイの馬車は一巻完結の漫画なんだ。全8話でのストーリーなんだが、すべてが辛すぎる。一巻完結なのに、ストーリーが辛いものなの？この漫画は、一冊の本すべてにギューッとトラウマが詰め込んであるんだ。うつ漫画ってそんなものではないの？いや、これを読んだ時何回本を閉じたか、というレベルのものだ。そんなレベル高いやつ紹介しないでよ。いや、でもぜひ読んでほしい一冊でもあるし、人間の業というものがわかる漫画でもある。活字が苦手な私からしたら、そういう漫画で何かしら得られるものがあるかもしれないわね。これは人間の想像力が重要になる漫画だから、まずはあらすじを話していこうか。そうね。今回はレベルが高いものみたいだから、覚悟しておくわ。とある時代、架空の国の話だぜ。この国に資産家であるブラッド・ハーレイという人がいた。ブラッド・ハーレイは、ブラッド・ハーレイ成功女歌劇団という劇団を運営していた。その劇団に属している女の子はみんな孤児で、毎年孤児院から一人ずつ養女として迎え入れていたんだ。その資産家、とても良い人なんじゃないの？表向きはな。裏に何かあるってことよね。そうだ。この孤児院から少女を毎年一人ずつ迎え入れるというところがポイントだ。ある孤児院で選ばれた少女ダイアナは、迎えに来た馬車に乗って孤児院を後にするんだ。だが馬車から降りると、目の前には高い塀が囲む何か。さらにその中は屋敷とは言い難い建物がずらり。資産家なんだから、屋敷に住んでないとおかしくない？そこは屋敷じゃなく、刑務所なんだ。え、なんでよ。これは、1.14 計画案というわけのわからない計画が関係しているんだ。屋敷じゃなくて刑務所というところで嫌な予感はしてたわ。昔、この国で刑務所に収容されていた囚人たちが大暴動を起こして死傷者がたくさん出たんだ。このような悪夢が二度と起きないようにと、ある政策が始まったんだ。それがパスカの祭りだぜ。祭り？ワイワイ楽しいものではないのは確かね。察しがいいな、霊夢。そう。この祭りは一年に一回行われるんだが、それがこの孤児院から送られてくる少女たちと関係しているんだ。まさか、少女たちが生贄とか言わないよね？その通りだ。きゃあ、やっぱり、意味のわからない政策に毎年一人ずつ、孤児の女の子たちが犠牲になるというストーリーだ。刑務所に連れて行かれる時点で良いことが起きるとは誰も思わないでしょうね。そうだな、最初はこのダイアナという少女が犠牲になるんだが、それはおいおい話していくぜ。この大暴動と、毎年孤児院から選ばれてやってくる少女というのを覚えておいてほしい。もうこの段階でかなり辛いんだけど、さっきも言ったがこの漫画は一巻完結で、オムニバス形式で書かれているから、一話ごとに主人公が変わって話が進んでいくんだ。それは読みやすいけど、いろいろな意味でしんどくないかしら？だがちゃんと最後まで読んでほしいと思う漫画だ。その理由もこれから紹介するトラウマシーンに交えて話していく。マリサがそこまで言うんだから、最後まで聞くわ。ストーリーも気になってきたしね。では行ってみようか。まず最初のトラウマシーンはこちら。いきなりヤバいやつ来たわね。これはもう見ての通り、少女が囚人たちに襲われている。襲われているというか、もうダメなやつよね。この場面は最初の犠牲者として1話に登場するダイアナという少女だ。さっき言ってた少女の名前ね。ダイアナが刑務所に連れてこられ、この最悪な祭りの詳細が明かされていくんだが、最初の1話と2話はとにかく辛くて、何度もため息を吐きながら読み進めた。このシーンを見るだけでも、目をつむりたくなるわ。ダイアナは刑務所について早々に着替え、囚人たちが待つこの部屋に入れられるんだ。そしてこのありさま。初っ端からトラウマになる場面だ。ダイアナや他の少女たちは最終的にどうなっちゃうの？ここに連れてこられた少女たちは1から2日で命を落とすと言われている。そしてダイアナもこの最中にあることに気づくんだ。あることって何？ダイアナは歌劇団に立つ少女の数を思い出してたんだ。毎年孤児院から1人ずつ養女にしている割に、歌劇団の舞台に立つ少女の数が少なすぎる。養女にされなかった少女たちはここに連れてこられてたんだと納得したんだ。劇団に入ることができると楽しみも希望もあったのにこんな形で地獄に落とされるなんて。
この場面を見てわかると思うが、残酷で直接的な描写というのは書かれてないんだ。すべて読者の想像に任せるという形の描写で終わるんだ。読んでいると無意識に想像してしまうわね。そうなんだ。そして複数の少女たちの結末を見届けないといけない。私、最後泣いていないか不安だわ。そしてこのダイアナも静かに息を引き取って、新たな少女の視点から話が進んでいくぜ。ダイアナもかわいそうで仕方ないわ。持ち上げられて落とされて、現代でもありそうなことよね。そうだな。だがまだ見てほしいシーンはあるから、霊夢たちも最後までついてきてほしいぜ。わかったわ。では次に行きましょう。これは何かの部屋かしら？え、ちょっと待って、マリサ。今日の霊夢は察しが良いな。看守が68人か。って言ってる。そうだ。これは囚人が一部屋に68人収容されている場面だ。さらに入り口には一人の少女が立っているな。これからこの少女が68人の囚人にあれやこれやとされる場面なのね。でもなんでこんな大人数になっているの？最初の場面と人数が違うわ。この時すでに、他の少女たちは息絶えてしまっていて、残っているのは入り口に立っている少女のみなんだ。だからこんな大人数の囚人が集まっているの？そうだ。この囚人たちの唯一の楽しみがこの祭りだからな。性的欲求、破壊欲求をこんな小さな女の子にぶつけるんだから本当に胸クソ悪い。この場面も少女が部屋に入る前であろうというシーンで看守の68人かのセリフのみなのが、なんとも言えない圧を感じるわね。68人の悪人がそこにいるってだけでも足がすくむぜ。そういえばこの少女の名前はなんて言うの？この子はステラという女の子だ。私が読んだ中でこのステラの話がとても辛く感じたな。次に紹介するトラウマシーンもステラに関するものなんだ。だからこのまま次に行くぜ。マリサ、これはただの建物だけど？まあ待て霊夢よ。この場面は説明しないとわからないところだから、少し聞いておいてくれるか？わかったわ。この場面に関係するのはさっきも言ったが、ステラという少女だ。ここに来た少女たちは一週間も経たないうちに命を落とすんだが、ステラはこの地獄を約一週間生き抜いた少女なんだ。一週間生き抜いただけでもすごいことだわ。そうだろ？ステラがどうして一週間生き抜いてこれたのか、それは一人の友達がいたからだ。友達がいたの？そうだ。同じ孤児院出身のプリシラという子が右隣の部屋にいたんだ。同じ孤児院出身の子なら希望の光と感じたでしょうね。でもなんでプリシラはこの地獄を生き抜いていたの？プリシラは刑務所に連れてこられてすぐに所長に気に入られて、囚人たちの相手をしなくて済んだみたいなんだ。え、プリシラってめちゃくちゃ可愛い子なんじゃないの？そういうレベルじゃないと所長のお気に入りにはなれないだろうな。ステラは日々の地獄をプリシラに漏らし、プリシラはステラを必死に励ますんだ。そんな日々が続いていた時、プリシラはある噂をステラに話す。ある噂って何かしら？この地獄を一週間耐え抜いたら、ブラッド・ハーレイ家の屋敷に行ける。当初の目的だった劇団に入れるかもしれないという噂だ。え、そんなこと聞いたら頑張って生きようって気になるじゃない。そうだろ？だからステラは、頑張って6日目まで生き延びるんだ。しかし先ほど紹介した68人の囚人が収容された部屋に連れて行かれた日の夜、ステラは力尽きてしまいプリシラにも別れを告げて静かに息を引き取ってしまう。ステラ、やっぱりダメだったのね。そしてステラが亡くなり、遺体を運び出すように指示を出したのは初老の女性だったんだ。え？所長が女性だったの？そうだ。そして紹介したこの場面をよく見てみろ。まさか、そうだ。プリシラは右隣の部屋にいたはずなのに、ステラの部屋は一番右端の部屋だったんだ。これは、何とも言えないわ。ステラの幻聴だったのかしら？本作では何も言われず、この場面で終わる。すべては読者の想像に任せるといった形だからな。でも長い時を生き抜いたステラに拍手を送りたいわ。よく頑張ったじゃない。そうだな。ステラは一つの希望を信じて頑張って生き抜いた強い意志を持っていたから、私は少し、涙が出そうになったな。とても悲しいお話だったけど、えーってなるような結末なのが憎いわね。辛いけど読んでほしい作品っていうのは伝わったか？マリサ。この調子で次も行きましょう。あら？新しい人が出てきたわね。この人は誰かしら？ここの刑務所の監視をしているケネスという男だ。ケネスはこのパスカの祭りが行われるこの刑務所に移動してきたんだ。こんな刑務所に移動だなんて、監守も見て見ぬふりをしているかと思いきや、ケネスは少し違ったんだ。
ケネスは少女の監視役につくことになるんだが、少女が自ら命を絶とうとしたらすぐ止めるようにと、上司から言われていたんだ。でも孤児院で育ったならそんな方法知らないんじゃない？大概の子供たちは知らないだろうな。でもケネスが担当した少女リラは自ら命を絶とうと、ベッドのシーツで首をくくろうとしていたんだ。その気持ちはわからないでもないけどね。リラは自分の親がそういう形で言ってしまったから方法を知っていたんだな。なるほどね。それで孤児院に。リラの人生も最悪なものね。ケネスはリラの行動を止め、親の話も聞いたんだがかける言葉が見つからず動揺してしまう。私がそこにいたとしても、どう言葉をかけたらいいのかわからないわ。そしてケネスはこのことを上司に相談するんだ。そんな刑務所にいる上司に相談してもろくなアドバイスもらえないわよ。そうだな。上司はケネスにある嘘をつけばいいとアドバイスするんだぜ。どんな嘘なの？この刑務所で6日間生き抜いたステラがいただろ？信じる気持ちを強く持っていたあのステラね。ステラがなぜ6日間頑張って生き抜いたか、霊夢は覚えているか？え？1週間生き抜いたら劇団に入れるからって信じたからでしょう？そうだ。ケネスは上司からそれと同じことをリラに言えと言われるんだぜ。ある嘘ってそのことなの？そうなんだ。しかも少女が頑張って生き抜いたとしても、最終的には毒物処理で少女は命を落とすことになる。なんて胸クソ悪いのかしら。そしてケネスは、その嘘をつくか悩むんだが、またもやリラが自ら命を絶とうとしているのを止めるんだ。リラも早く楽になりたいと思うのは当然よ。命を絶ちたいと懇願するリラを見てケネスは嘘をついてしまうんだ。さらにケネスはあと2日生き延びればここから出してやれるとまで言ってしまう。ええ、ケネス一体どうしたの？リラを見かねて思わず言ってしまうんだな。でもそう言われたら、リラも希望持っちゃうじゃない。そうなんだ。それからリラは2日頑張って生き延びる。ケネスもリラをここから連れ出す計画を立てるんだが、最後は裏切りによってケネスは帰らぬ人になってしまう。ケネスと約束した待ち合わせの場所で笑いながらリラは待っているシーンで終わってしまうんだ。マリサー。なんでこんな救われないお話ばかりなの？読んでいてもかなり病んでくる話ばかりなんだぜ。でも、昔にこんなことが実際にあったのではないかと想像もしてしまうくらいのリアルもあるだろ？それにしても泣くなよ、霊夢。我慢できなくて泣いてしまったわ。でも少女たちの行く末を最後まで見届けるわよ。よし、では次行くぞ。マリサ、これは誰？すまんがここのシーンもまた説明がいるから、ちょっと聞いててくれるか？了解した。まずこの人物はレスリーという女性だ。レスリーはブラッド・ハーレー家の養女として引き取られ、歌劇団の中で男性役として活躍する人物だ。あら、ここで初めてブラッド・ハーレー家の人が出てきたわね。そうだ。この話はレスリーが主人公として描かれる話なんだ。マリサ、説明ざっくりとよろしく。任せろ。ざっくり説明すると、レスリーは同じ孤児院出身の名器と再会し、彼女から自分より後にブラッド・ハーレー家に迎え入れられたはずのマーガレットという少女が、行方知れずになっていることを聞き、レスリー本人がブラッド・ハーレー家の闇を知る話が書かれているんだ。本当にざっくりだけど、なんとなく話は読めたわね。ブラッド・ハーレー家の養女があの刑務所で行われている祭りのことを知ってしまうのかしら？いや、祭りのことは知らずに自分の目で確かめに行くと言って馬車に乗り込んでしまうんだ。この場面はそういう意味のシーンだぜ。しかもブラッド・ハーレー本人に問いただそうとする場面もあるんだが、ブラッド・ハーレー氏は曖昧なことしか言わない。言わないというか言えないんだ。そしてそれを確かめに行きたいというなら、馬車を用意するからそれに乗っていきなさいと、自分が養女にした娘に言うんだ。なんで止めようとしないのよ。引き取ったとはいえ自分の娘のような子に。いや、ブラッド・ハーレー氏は止めるんだが、レスリー本人の意志が固かったんだろうな。同じ孤児院出身の名家の友人なら、レスリーもじっとできなかったのかしら。でもレスリーが馬車に乗ったこの場面を見るだけでレスリーもあんな目に、と思ってしまう自分がいるわ。私もこれを見て怖くなった。歌劇団で活躍している女性が自ら地獄に向かっていくことないのに、と苦い思いをしながら読んだ。今までの経緯を読んでしまっている読者側からしたら行くな行くなと叫んでしまいそうな場面ね。だが最終的にはレスリーが闇を知ったのかはわからない。馬車に乗って向かったことまでしか書かれていないからな。何度も言うけど、それがまた憎いわ。霊夢よ。ブラッド・ハーレーの馬車はどうだった？とても辛くて苦しいストーリーだったけど、結末が想像に任せるパターンなのが面白いと思ったわ。それに今回のはトラウマの次元を超えていたと思うわね。架空の話だけどリアルで鳥肌が立ったわ。
そうだな。霊夢も泣きじゃくってたしな。恥ずかしいからやめなさい。他にもうつ漫画のトラウマシーンを紹介している動画があるから、よかったら見てってくれ。動画が面白かった。もっとトラウマシーン見せてと思った方はチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。では。